中国の周小生。1種目目のボールでちょっとミスがありました。1種目目終わった段階では16位です。失敗してしまいますとですね、やはり次の種目が怖いというのは全ての選手は感じると思うんですよね。それをいかに一つ一つ分けて考えていくかでだいぶ違ってくると思いますし、引きずってる選手はまた次々があるとミスしますので、まあ、そういうところも問題になってきますからね。ピッテピボットを見せます。強いですね。強いんですよ。きちっとバレーレッスンを行っているから、まあ、確実にできますからね。さあ2本投げて前転キャッチ、よく取りましたね。ああ、一瞬ラインオーバーになってしまうかと思ってヒヤヒヤしたんですが、はい、しっかりと取りました。周小生18歳。はい、2種目目良かったですね。引きずらないで次も頑張ってもらいたいです。ここがラストのところです。はい、よく見てますよね。本当に最後までしっかり見ないと手具は離れますので、目からすぐに。広島アジア大会で2位になりまして、さらにその後成長してきました。周小生